どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら、明日からですね、夏休みガチャがやってまいります。今日は夏休みガチャ、引くべきかについて話していこうと思います。はい。で、今回の夏休みガチャは、こんな感じ。星級は、ドーナ、ベルア、プレナ、マレール、ミナカで、星たちが、トライアングルビート、ハーツ、エスカマリ、風神、ヨグ、バージュルが確定です。はい。で、星たちが、前半後半で変わります。前半、レイラン、カリン、ハク、エキドナ、アルラウネ、エンジェルは変わらずに、マメサキュー、メタトロン、ギンチオ、大巨小巨、ターディス、デノバレオキヒが落ちます。はい。星6は何も変わりません。こんな8対9対確定ですね。で、後半はこんな感じ。マメサキューに、ソニア、アルテミス、パンドラ、イズイズ、トール、デノバラという感じになりますので、まあ、どちらか好きな方を引けるっていう感じになります。はい。今日はね、そんなこのパズドラの夏休みガチャどちら引くべきかについて話していこうと思います。はい。まあもう早速ね、今回は結論から話していこうと思います。夏休みガチャ引くべきかについてですね。結論から言いますと、引いていいですが、そこまでの深追いはお勧めしません。はい。まあ理由としてはね、すごい夏休み方って、レイラン、カリン、ハク、サラ、アルラウネ、エンジェルとか、トラングルビート、ハーツとか、ドナンとか、強いキャラは多いんですが、ピックアップ率も相当低いと思います。多分、星7が 2.5% とか、星8が 1%、星9が、1% かな。多分、トラングルビートが 1% の、アイドルグループ、ハーツが 1.5% とかになると思います。で、星7が 2.5% とかだと思うので、そんなには美味しくないガチャになるかなと思っていて、そう。なった時にあんま無理する必要ないかなっていうのがあるので、実際ね、ここが 1%、全部 1% で、これが 1%、これが 1.5%、で、ここら辺が 2% の、ここら辺が 2.5%、残りが 50% ぐらいっていう感じになると思うんですよ。なので、あんまりね、どうせ新キャラ出ないと思いますので、そこまで深追いはお勧めしませんが、まあまあまあ5回ぐらいだったら、出ればいいなぐらいの気持ちで引いても問題ないかなと思います。まあそれかですね、もし引かない人は、まず開催記念の夏休みガチャを絶対にもらうこと。そしてこちら、夏休みガチャですね、上級でもらうこと。そして、ね、これ。ストーリーダンジョンの、これ、トライアングルビート確定ガチャ、トライアングルビートハーツ確定ガチャを絶対にもらうこと。あとはもしお金に余裕があれば、確定枠の1200円ガチャはすごいおすすめです。はい。今回のガチャはこんな感じで、確定枠があるんですけど、TB 初ガチャ1200円は十分引く価値あるかな。これはめっちゃお得です。はい。では、ハーツとトラグルビートに関しては、まあ、武器を欲しかったとってもいいけど、あんまり買う必要ないかなって感じですね。はい、という感じが今回の夏休みイベントなので、まあ、ぜひともですね、星6キャラ狙って、星7キャラ狙ってね、引くか、もしくは、まあ、ストーリーダンジョンと、せめて確定枠1200円買って終わりでいいかなと思います。星8のトライアングルビートとハーツに関しては、まあ、弱くはないんだけど、まあ、最強ぶっ壊れチートまではいかないので、プロトビとかに比べたら無理に買う必要ないかなって感じですね。はい。まあ、という感じが今回夏休みイベントの詳細となっております。はい。僕はそんな夏休みイベントね、新キャラちょっとね、おさらいしていこうと思います。いきましょう。夏休みイベント、交換所怖いんだけどね、かなり。見ていきましょう。まずはドナンです。こちら、バインドスキブ、封印指、お邪魔プラス、7強4つ無効感2つに、超惑星無効感プラス持ってます。はい。で、まあ、これはもう火力出せて、スキルが1ターン指2倍、盤面7コマスが1ターンの2ターンダブル吸収無効が7ターンとなっております。はい。どの武器は、雲操作家に水ドロキョウ4つに指延長プラスになっていて、まあ、これでね、ギミック耐性できる上にドロキョウもあるというのね、動画になっております。はい。まあ、これ武器はすごく優秀で、交換できるのが強いですね。まあ、交換所5分になるかもしれない、なんとも言えません。また交換所に関しては別で動画出します。どの武器です。水属性が無効換、回復ドロキョウ指延長プラス持ってます。スキルは1ターン指2倍に、盤面7コマス、2ターンダブル吸収無効が7ターンって感じになっております。はい。まあ、火力は出せますね。はい。まあ、ドナー星9で交換可能ってことで、でもそこまでぶっ壊れではないです。まあ、強いぐらいかな。で、続きまして TB です。こちら。バインドスキビオン、3色8個、2A プラス、ボイスで火力が出せます。まあ、でも火力はかなり高いですね。2A 組んであげれば。武器も含めたら相当火力は出せるはず。スキルは1ターン、火水闇回復のルーレット1個、生成指2倍、上限50個が3ターンです。リーダースキルは、火水闇の同時攻撃で 77% 軽減、攻撃力33倍、3コンボ加算、神タイプの回避力が3倍です。追い打ちこそないですが、まあリーダースキルとしてはかなり強いブルに入りますね。武器、神タイプ追加、スキブ封印、水、火、闇ドロ強です。スキルは、サブの時リーダーと入れ替わる、もう一度使うとサブに戻る、ロック解除、4色陣が19段で出るって感じになってます。はい。で、レイランです。レイランに関しては、バインドスキブに封印ボイスの20ターン変身のキャラで、変身後はね、バインド封印指3色8個、2A プラスボイスで火力出せます。スキルは消せないバインド覚醒無効全回復に6回上の食事持ちですね。リーダースキルは全パラ 2.2 倍半減リーダーです。
で進化後もあってバインドスキビオン封印 TG3 色6個ボイスになってます。スキルは2ターン最大 HP2 倍ロック解除の食事で76マス3だって感じになってて、まあスキル自体は悪くはないですね。武器はお邪魔パラスにチーム回復3突で、もう1個が TG に指2つです。まあ武器含めてキャラ含めて合計4種類使い道がありますので、まあ1体じゃ足りないので何体か取れれば強いかなって感じです。カリンバインドスキビに封印ボイスで20ターン2ターンヘイスト変身です。変身後バインド封印指3色8個 2A パラスボイス持ってます。スキルは1ターンチーム内神タイプ1個につき攻撃回復が上昇、全ドロップの6を解除し火水闇回復に変化が4ターンって感じになっております。はい、リーダースキルは激減攻撃26倍5コンボ加算、神タイプの回復力が4倍っていうリーダースキルになっております。はい、これがカリンですね。さあ続きましてカリン進化後です。バインドスキビオン封印十字3色6個ボイス持ちでリーダースキルは76マス3だって感じになってます。で、進化後の武器が毒プラスチーム回復3つの武器と、あとはこっち十字に水火闇泥鏡です。これまで泥鏡を盛りたくて十字つけたい場合は使える場面かなりあると思うので、まあ、無難に強いキャラになってるかなとは思います。はい、激減回復4倍リーダーなんでこれはすごい貴重なリーダースキルではあるけど、まあ、いターンねその3色陣組んでいく必要があるので使いづらさもあるかなとは思います。吐くバインドスキブに封印ボイスで変身です。変身自体は3ターン無効貫通して20ターン変身、変身後はバインド封印指3色8個 2A パラスボイスで火力で、スキルは6解除火水闇回復4色陣にダメージ無効貫通が4ターンです。リーダースキルは神の HP が 2.4 倍、火水闇同時でダメージを半減攻撃27倍、3コマか3固定1ダメージです。まあ、TB は吐くと合わせるとかなり強いかなとは思います。はい、で進化後です。バインドスキビオン封印 LG プラス3色6個ボイス持ちで、スキルは6解除の食事に2ターンダブル吸収無効が8ターンでリーダースキルは76マス持ってます。アシスト無効回復もつけれるのは偉いけどターンがちょっと重いのがネックかなとは思います。はい、武器は暗闇チーム回復3つでこれはもうめっちゃ強いですね。でこっちは LG スキブ封印2つ指延長武器です。という感じがハクでした。さあ続きましてハーツです。ハーツはバインドスキビオン回復努力4つ10強4つ LG プラスボイス持ちです。まあ使うなら L ショックになるのかな。スキルは1ターン火、木、光、回復ルーレット1個、生成指2倍、上限50億が3ターンです。リーダースキルは回復タイプの HP が5倍、回復2コンボで攻撃力が33倍、3コンボ加算、固定333万ダメージです。回復力倍率がない分、自力で回復していく必要はあるけど、まあ強いは強いかな。リーダースキルは、もちろん武器は回復タイプ追加、スキブ封印、火、光、機動力でリーダーチェン19ターンって感じになってます。さあ続きましてサラです。バインドスキブ2個に20ターン変身のキャラで、変身後はバインド封印指回復努力を4つ10強4つ LG プラスボイス持ってます。これサポートとしてもかなり強い上に火力も出せて、スキルは1ターンチェーン全努力を3ターン無効貫通が7ターンで打てます。相当バケモンですね。リーダースキルも回復2コンボ 78% 軽減攻撃7倍4コンボ加算、回復タイプの攻撃力5倍持ってます。はい、で進化後バインドスキビオン封印回復努力を10強3つボイス持ちで、1ターンチェーン2ターンダブル吸収無効が8ターンです。変身不要でこのスキルはかなり高難易度等で強い可能性は高いかな。で、武器は回復タイプ追加毒プラス HP 強化2突3ターンチェーン2ターン無効貫通5コンボ加算武器、これも貴重ですよかなり。でこっちの武器は回復タイプ追加に7強操作負荷封印2つって感じになってます。これがサラです。アルラウネです。バインドスキブに封印ボイス持ちで20ターン変身で、バインド封印回復努力4つチーム HP4 つボイス持ちです。スキルは消す内覚醒無効全回復に1ターン全員の攻撃3倍が5ターンって感じになってます。はい、まあ、普通にサポートとしても強い。アルラウネ進化後バインドスキブ4封印回復努力4チーム HP3 つボイス持ちで、スキルは4ターンで盤面76マス6解除です。はい、武器は回復タイプ追加お邪魔プラスチーム HP2 個持ちって感じになっていて、もう1個は回復タイプ追加チーム HP2 個に火光機動力って感じになってます。まあ当てによりは使いづらいかなこの武器はっていう感じですね。はい、まあアルラネに関してはもうこの形態が最強で、回復努力を4つにチーム HP4 つあってサポートできて、スキルも消せない覚醒無効全回復に1ターン全員の攻撃3倍ということで、これ引ければ間違いなく優秀だと思います。はい、で続きましてエンジェルですね。ちなみにアルラウネのレアリティは8ですね。はい、最後にエンジェルです。エンジェルはスキブ2個に20ターン変身で2ターンヘイスト変身で、バインド封印指回復努力を打つ10強打つエルジプラス持ちです。スキルは1ターンの間チーム内回復タイプ1つにつき攻撃回復が上昇、ロック解除の食事が4ターンです。リーダースキルは回復タイプの HP2.5 倍、回復2コンボでダメージ半減攻撃30倍で3コンボ加算固定1ダメージです。で進化後はバインドスキブ封印指2つ回復努力をプラスお邪魔毒耐性ボイス持ちです。スキルは 80% 軽減に1ターン指回復 1.5 倍が7ターンって感じになっています。武器はクライムプラスチーム HP2 個持ちと回復努力を2つに雲耐性って感じになっております。という感じが今回のね、TB とハーツの新キャラ情報でした。まあ、すごくね使い勝手いいキャラが多くて、引ければ間違いなく強いキャラばっかりなんで、ぜひともですねガチャ狙って挑戦してみてください。じゃあ今回の動画は終わりになります。チャンネル登録、高評価、お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。